南北長距離線とは、ドイツ連邦共和国の首都ベルリンのベルリンゲスントブルンネム駅からベルリン中央駅を経て、ベルリンズユートクロイツ駅に至る全長 9.053km のドイツ鉄道の路線である。ピルスコントセプトと呼ばれる計画のもとに2006年に開業した。大 T 上がる点の真下を通る全長約メートルのトンネルが路線の中核であり、 ベルリン中央駅及びポツダム広場駅は、この近く管内に存在する。終点のズユートクロイツ駅は地上に位置する。ベルリン中央駅ズユートクロイツ駅間は、複々線、ベルリン中央駅の北方で、ベストハーフェン駅方面及び、ベディング駅方面の複線に分岐する。ズユートクロイツ駅から先は、ベルリンドレス電線及びベルリンハレ線に直通する。 中央駅北方で分岐する伏線はいずれもベルリン環状線に直通する。ベストハーフェン駅方面に分岐する伏線はベルリンレール手線に直通する。1882年にベルリン市街を東西方向に横断するベルリン市街線が開通した。南北方向に循環する路線の計画は20世紀初頭以来存在したが実現していなかった。 1930年代には南北トンネルが S バーン専用路線として建設された。ドイツ再統一後の1990年にベルリンを南北に縦貫する長距離列車用の路線の建設計画が再浮上した。S バーンの線路を長距離列車が使用するのは多くの列車の場合において遠回りになること、線路容量そのものが限界に達していたことから建設が決定された。 様々な案が議論された結果、マッシュルームコンセプトと呼ばれるベルリン中央駅を経由して南北を地下で結ぶ案が採用された。1992年4月にはマッシュルームコンセプトは連邦交通網整備計画に盛り込まれた。その中心は市街地を縦貫する 8km の新線であった。1995年10月13日に建設工事が開始された。 2001年にはパーペシュトラン世紀の改良工事が、2002年には南区間の建設工事がようやく開始された。当初は2002年に開業予定であったが、1997年の洪水や工事そのものの度重なる遅れにより2006年5月27日に開業した。当初の予定よりは計画の範囲は縮小された。ベルリン・マクデブルク線への連絡線は建設される。 ことがなかった。同様に、ベルリンドレス電線への連絡線も未着工のままである。ズユーとクロイツ駅は3面の長距離列車ホームが強用される予定であったが、そのうち1つは非常用となり2007年末まで強用されなかった。旅客専用線であり、貨物列車は運行されていない。車内トイレ及び渦電流式、ディスクブレーキは、船内では使用できない。 ディーゼル車は緊急時の経緯を除いて乗り入れは不可である。2006年の開業以降ダイヤはほとんど変わっていないが、ハンブルク中央駅ライプツヒ中央駅ミュンヘン、中央駅間を結ぶアイスについては2008年にハンブルクベルリン間の列車とベルリンミュンヘン間の列車に分割された。長距離列車と地域列車が運行されており、ベルリン中央駅へ向かう列車のほとんど全てが、 梅雨と黒い駅に乗り入れる。ありがとうございます。